チャオ、あっちゃんです。今日は2月1日、あっちゃん家のお昼おやつタイム、いろいろねおやつを持ってきました。いろいろって言うね、豚まんちゃん、はい、井村屋の豚まん、昨日もね食べたけどね買ってやんのよ、もうこれで終わりやねんけどね。明日またお買い物行くから買ってくるけどもね、これいただきます。冬はね肉まん大好きで食べね。いただきます。うん、おいしいね。今ちょうどね肉まん温めてたら宅急便が来た。荷物が来てね、アマゾン。本をね数冊買ってんで、こう日程ずれてた。とりあえず今日1冊、次2日後ぐらいかな。どうすんだよ。はあ、なんか疲れたというか寒いというか、おいしい。何が届いたでしょうか。実はね、昨日とかになかったかな。ちょっと明治維新の話しとったんけどね、明治維新より勉強しとって、まだあっちゃんも勉強足らんしね。で、明治維新は本数冊持ってね、それこうネットの情報とかいろいろ点と点と結んでいったらね、やっぱりね結べるところ結べへんところがあってね。で、学校で習ってきた明治維新ってやっぱり嘘やなって分かってきて、今回ちょっとね知ってはいけない明治維新の真実っていう、ね、ちょっと変わった切り口の本をね買ってみて。これ誰が書いてんのかな。原田伊織さんっていう人で、教科書には絶対に書かれない歴史の真実を暴く、徳川政権末期の徳川近代という時代の存在は明治維新、明治新政権が政治的に江戸時代を全否定することによって、抹消されてしまった。本書では幕末明治を揺るがした事件を年代順にたどり、勝者である官軍によって歪められた嘘を一つ一つ丁寧に検証していく。幕臣たちはあの時何をしていたのか、明治近代という非日本的な時代を生産することにより江戸以前より脈々と続く日本の歴史の真実を解き明かすって書いてあるね。870円と税900いくらやってん。これアマゾンで買ってんけどね。薩摩長州藩はテロで国家を脅し幕府を挑発した。勝海舟は咸臨丸で役に立たなかった。鳥羽伏見の前線で誰も錦の御旗を見ていない。吉田松陰を神格化したのは昭和陸軍である。序章、歴史の検証を阻む薩長士官第1章、黒船来襲という舞台裏、第2章、勝海舟という巨像、第3章、戊辰戦争という奇妙な戦い、第4章、明治政府の腐敗と、西南の駅、終章、軍国日本を作った明治維新っていうね、そっか、すごい切り口で入ってこないんだけど、全部で何ページやんの。280ページぐらいあるねんね、本やねんけども、全部文字だけの本でね。まあもちろんそうやけど、またこれ読んでね、いろいろ明治維新について
切り口を入れていきたいと思います。これが全てが正しいとは言い切れへん。明治維新の本もう一冊買うたんだけどね、の気になってて、それはね前から欲しかったんけどね、結局ね明治維新って大体薩長の目線で書かれてんねん、教科書ってね。勝てば官軍って言って、でも官軍って言われてるけど、官軍じゃない、賊軍って言われてるけど、賊軍側の意見ってほとんど入ってないのね。だからそれをなんていうのかな、こう掘り起こしていくっていうのはありやと思いますね。ちょっとね見つけてんけど、どっこ行ったかわからない、なんか昨日探しとってね、これ欲しいな思ってんけど、カゴに入れへんかったらわからんなって、履歴残ってない、なんでか知らんけど、会津藩、賊軍と言われた会津藩の無念みたいな、そんなん書いてある本があって、それ欲しかったんやけどね。会津藩はもうすごい、政府に忠誠心が強くて、こう信じたものを守る、それで結局政府が逃げた、負けたことによって、負けたっていうのもおかしいけど、薩長が政権を取って、明治維新が起こったことによって賊軍と化してしまった。それがもう100、200年近いね、時代が経って、いまだにやっぱ会津の人たちは恨んでいるっていうのは、何があったのかっていうことを読み解きたくてね。昔会津が、賊軍じゃないの、会津ね、忘れた、結構過激な本があって、それ読んだ時にそうよねって思ったんね。でその時にその本がすごい批判されてて、なんか歴史物語やと書かれてたけど、やっぱりそれはいろんな資料がある文献なんじゃないのかなとあっちゃん思っててね。でもうそれがね、読み出したんがね、10年、20年、みきちゃんと出会った後やねん。でやから、まあ、15年ぐらい前に読んだ本やねんけど、その本どっかに探さなあかんねんけど、そこから明治維新についてちょっと調べてんねんけどね、だんだん明治維新の裏側が見えてきてね。で結局答えは何かっていうと、明治維新が日本をおかしくしてるきっかけ、それまでは本当の日本やったと思うね、それが日本らしさがなくなったのが明治維新で、そこから数年経って太平洋戦争で敗戦してから、とことん日本がねおかしくなっちゃったなと思って、それをね昨日から動画に、昨日一昨日ぐらいに撮った動画やねんけどね、昨日からそれ上げてんねんけども、だから今日どっち先上がるかな、この動画が先上がるか、日本がダメになった、GHQ、戦後の話が上がるか、まあそんな話をやってね、またね明治維新の話もね読んで、やっていきたいと思います。はい、避けるミルクちゃんは避けるチーズで、昨日半分天ぷらに使ったしね、天ぷらちゃうわ、ポリカツに使ったし、避けるチーズも食べようか、避けるチーズ食べる、いいかも、避けチーズ、こんなん食べながらね、こうゆるっと美味しいの本をね、ちょっとだけ読んでいこうか。薩長史観という言葉をお聞きになったことがあるだろうか。薩長とは、薩摩、ほぼ今の鹿児島県、長州、ほぼ今の山口県を略した、表現で、正確には薩摩長州史観というのべきかもしれません。徳川幕府江戸時代を崩壊させ、明治政府を樹立した勢いの勢力の中心は、薩摩藩と長州藩、かっこ萩藩でした。少し間を置いて土佐藩、義前佐賀藩が倒幕活動の中核に加わったところから、徳川幕府を倒して明治政府を立ち上げ、いわゆる明治維新というムーブメントが、担いでを、薩長土肥と表現しています。実際には武力の行使をしてでも幕府を倒そうとした先行勢力は薩摩長州と、広島藩ですが、倒幕運動が現実の倒幕の軍事行動と練りになったのは、過激派勢力が強かった土佐藩、近代工業化の面で、幕府に次いで、進んでいた佐賀藩が嗅覚勢力になったのですって書いてあるね。ちょっとね、こういう感じの前置き、この辺はね、まあ学校で習ったこととあんまり変わらへん。
いうことは前置きやねんけどね。うん、だからこの辺はまあ読んでもいいかなと思うけど、あとまたちょっとね、いろいろ読み解いていってね、あーっていうところがあったら正解するし、なんだこれやと思ったらね、まあ、なんだこれの本ですって言うと思うんだけどね。うん、ちょっといろいろと書いたらね。でもこの本の中でもね、あっちゃんが言ってるようにね、やっぱこの、まあ全部読んでない、ちょっと飛ばし飛ばしも見てんねんけど、やっぱりずーっとこう読んでくるとね、あの第二次世界大戦がいろんなことがあって GHQ によって、いろいろこうねおかしくなってきてるよって前置きに書いたのね。やっぱりね、あっちゃんも思う通り一緒やねんけど、この幕末倒幕、明治維新と、第二次世界大戦の、後の敗戦国 GHQ による日本をこう支配していくっていうのは一つのね、もうシナリオやと思うね。元から日本を開国させて、開国させた日本に、戦争を持ち込んで、で最後の日本をダメにして、そして今にあった、だから今みんながね、今ダメ人間になってきた日本人っていうのもね、この頃、このまだ遥か前から作られてきたシナリオ通りに動いてるんじゃないのかなってあっちゃんもね、結構ね、前置きのとこ GHQ の話がめっちゃされてんのね。うん、ちょっとその前置きだけで十分お腹いっぱいになるぐらいの内容ね。目次読んでいこうか。黒船来航の舞台裏第1章からね、国際環境から見た黒船来航、老中安倍政宏の対応、武力行使のできないペリーの事情、堂々たる初めての日米交渉、日米、友好通商条約は不平等条約か、勝海舟という虚像、江戸城無血開城という美談、勘輪丸は誰が嘘を出してたのか、崩壊した勘輪丸英雄論、戊辰戦争という奇妙な戦争、テロリズムからクーデターへ、これ王政復興大号令の失敗、テロ組織赤包帯の挑発、赤包帯というのかな、武家の常識では測れない徳川、腐敗しきった長州汚職罰、老中が生んだ2歳、の頭西郷、岩倉使節団の失態から西南の駅へっていうね、で軍国家を作った明治維新っていうね、そういう話なんだけど、それが280ページにわたってね書かれてんだけどね、まあ、かなりね一個一個濃く書かれてんなと思ってる、あの感じやと思うんだけどね。もう一冊ね、あの明治維新のことについて、書かれてる本があってね、それもすごい気になっててね、あのそっちの方は何書いたら、吉田松陰に何やったっけ、松下村塾やったっけ、なんかで、吉田松陰の塾生、あれもそうでしょ、うん、桂さんもそうやし、バスケもそうでしょ、でその時代の師匠って言われた人は要はテロリスト、うん、っていう、要は明治維新はテロリストっていうね本があってね、ちょっと気になって買ったんやけど、まだ届かへんねんけど、これとこれと読み解いてね、また明治維新の話します。ほんま読む前にね、あっちゃんの思ったことで切り込みなかったんけどね、うん、まあ切り込みながらも読みながらもいろいろやっていきたいなと思います、はい、ということで今日のあっちゃんのおやつタイムと本が届いたよっていう話でした。まだあと3冊ぐらい届いてくね、届いたらまたお話したいと思います。またね、まだもっと欲しいのあんねんけどね、まとめて買っても読まれへんしね、あと読み終わったら本買っていきます。本はね、すごい大事でね、本読むっていうのがすごい大事なんでね、ぜひぜひ皆さん本読んでください。本読むとね、考える、想像するっていう力が養うね。テレビなんか見とっても上から降ってくる情報だけなんでね、やっぱり本を読む、でインターネットでそれについてまた調べるって、すごい大事なんでね、自分の脳みそを動かすっていうことを頑張ってやってみてください。あっちゃんもこれからいっぱい脳みそ動かしてます。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのおやつタイムとトーク良かったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。